スタイルが異次元、大谷翔平の妻・マミコ夫人の旧闘神純白ドレス姿にファン感性、ハリウッドスターみたい。MLB、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手、30とマミコ夫人27が日本時間17日、第94回オールスターの試合前に行われるレッドカーペットショーに登場。二人のドレスアップ姿に様々な反応が寄せられている。 球界スターが思い思いにドレスアップして現れるとあって、毎度、注目を浴びているこのレッドカーペットショー。ブラウンのセットアブスーツを着た大谷選手とホワイトのパンツドレス姿のまみこさんが手を、つないで登場すると、会場に詰めかけたファンからは大きな歓声が上がり、各メディアもこぞってフラッシュを浴びせた。愛犬デコピンの同伴も期待されましたが、残念ながらそれは叶わず。 代わりに大谷選手のスーツの裏地の刺繍として登場。大谷選手らしいユーモア溢れるサービス精神に集まった報道陣も湧いていました。女性誌ライター。また、剣目麗しい姿を披露した大谷選手マミコ夫人に日本の SNS も沸騰。美男美女すぎてやば、スタイルが異次元、お似合いすぎて眼福、ハリウッドスターみたいで素敵といった絶賛のせいが相次いだ。 大谷選手はもちろん、マミコさんのウェディングドレスさながらの純白ドレス姿に魅了されたファンが多いようです。大谷夫妻は今年5月にも球団オーナー主催のチャリティーイベント、ブルーダイヤモンド柄に揃って出席していますが、その際、マミコさんは肌の露出を抑えたブラックフォーマルな出で立ちでした。しかしながら、今回は一転して華やかなホワイト。 しかも肩部分がシースルー背中が5時に開いたデザインとなっており、艶やかな美背中と引き締まった二の腕を覗かせた、ヘルシーでありながら上品な着こなしが好評のようですね。GQ ジャパン、コンデアストジャパンの公式インスタグラムにアップされた全身ショットを見ていただくとよくわかると思いますが、マミコさんの足元は数センチはあろうかという厚底サンダルとなっており、 元々の腰高なスタイルや急闘心とも言われる驚異的なプロポーションが改めて強調されています。SNS ではドレスを着こなしてるマミコさんすごい。美しくて背も高くて映えるねといった驚きの声のほかちゃんとスポーツできる美人見つけるあたりすごい。ソリや女子穴なんて興味ないわけだと大谷選手の選球眼に改めて脱帽する声が上がるなど。 二人のパーフェクトカップルぶりに先望の眼差しが寄せられています。全道ちなみに、マミコさんの美貌を最大限演出したこのパンツドレスは、大谷選手もコラボしているドイツのブランド、ヒューゴボスのものだそう。広告等を務める夫の顔を立てる気遣いに加え、レッドカーペットでは、大谷選手の邪魔にならないように一歩後ろを歩く場面もあったマミコさん。 企画外の大スター大谷選手と釣り合いが取れるビジュアルと妻としての完璧な振る舞い、まさしく惹かれ合うべくして惹かれ合った運命の二人なのかも。大谷翔平の妻マミコさんの旧闘神純白ドレス姿にファンからはスタイルが次元、女子アナなんて興味ないわけだ、といった脱帽の声も。次の機会ではどんな華やかな姿を披露してくれるのか楽しみだ。